ケージです。今日なんですけども、今日はこちらの水筒、こちらの水筒を購入したので、こちらをちょっとご紹介したいなと思います。はい、ということで今日はこの水筒をご紹介したいと思います。こちらの水筒が、ブルックリンアウトドアカンパニーっていうアウトドア用品のブランドが出してるチタンの水筒になります。これもね、かっこいいです、すごく。で、最近このブランドたまに聞くなと思ってて、で、水筒を探してた時にちょうどこのブランドの水筒が他のチタンの水筒より安くて、なんかあ、いい感じやなと思ったので、ちょっとこれを購入してみました。僕、職業ダンサーをしているので、そのレッスンのお仕事とかに行く時とかに毎回水をペットボトルで購入してたんですけど、なんかそれを毎日買ってるんですけど、買ってたんですけど、まあもったいないなっていうのと、なんかちょっとエコじゃないなって思って、で、水筒を買おうって思ったんですけど、なんか極力軽いのがいいなと思って、自転車での移動とかもあったりするので、そういう時に重たいのちょっと嫌だなとか思いながら、で、チタン、最近ね、なんかチタン好きなんですよね。チタンの素材が好きで、まあ、焚き火台とかもそうやし、アルコールストーブとかも最近チタンのもので揃えていってるんですけど、なんかその中でチタンの水筒を探してて、で、チタンの水筒ってめちゃくちゃ高いんですよね。なんか高いなとか思いながら、水筒に例えば1万とか2万とかぐらいかな。1万多分ね、3000とかぐらいが多分相場だと思うんですけど、まあ、この水筒6000弱ぐらいで買えたので、まあ、なんかかっこよかったし、こっちしてみようと思ってこれを購入してみました。で、この水筒のいいとこと、うーんっていうところをちょっとご紹介できればなと思います。はい、まずいい点としては、このチタンっていう素材が高純度の医療グレードのチタンを使っているらしくて、抗菌の効果とかっていうのがすごく高いっていう風に説明には書いてありました。で、それがステンレスとかプラスチックとかの大体3倍ぐらいらしくて、すごくいい状態で水とかを飲み物を、保存できるっていうことです。それがまず一つ目です。で、二つ目はね、すごく軽いです。もうめちゃくちゃ軽いです、これ。145g しかないので、多分ほとんどこの感覚で言ったら、これに水入れて持って行っても、ペットボトルに入れて持って行ってるのと、あんまり変わんないぐらいかなっていうふうに思います。軽いはだいぶ正義ですね。僕は最近ちょっと軽いの、何でも好きなので、すごくいいです。はい。あと3つ目なんですけど、これ、容量が 600ml。なので、まあ、基本僕は家から水入れて持っていくんですけど、例えば外で、500ml のペットボトルを買ったとしても、それを全部バーって入れて入れ替えたりもできるので、容量的に僕個人的にすごくちょうどいいなっていうふうに思ってて、なんか、もう一回りちっちゃかったらちょっと、僕踊るとき水やっぱ結構飲むので、足りないなって思ってて、で、もう一個でかいとちょっと持っていくのにちょっと、っていう風に、でかすぎるな、みたいな感じなので、リュックの横とかにもちょうど入るぐらいの大きさだと思うので、そこがいいなっていう風に思います。はい。で、良かった点、もう一点は、まあ、水筒にしては高いんですけど、もちろん。高いんですけど、このチタンの水筒っていうくくりで言うと、すごくお手頃な価格だと思います。はい。で、次がちょっといまいちな点なんですけども、まあ、これは僕は最初から分かってたので、分かって購入してるので、全然大丈夫なんですけど、これ、チタンってそのシングルウォールなんですよね。
スノーピークのマグとかこうダブルウォールとかの分もあると思うので、そういうの触ったことある人は分かると思うんですけど、ダブルウォールやとこう熱くならないというか、あんまりこのここ持てると思うんですけど、これはあのシングルウォールなので、冷たい飲み物を入れるとすごく冷たくなるし、熱い飲み物を入れると熱くなっちゃうので、説明にも載ってたんですけど、常温の水とか常温の飲み物を入れるのをおすすめしますっていうことです。僕は基本的に常温の飲み物、常温の水飲むことが多いので、なんかそういう、熱いものとかを運びたいとか、冷たいのを飲みたいなっていう人はこれじゃない方がいいかなっていうふうに思います。はい、あと2点目なんですけど、まあ、これは普通に使う人には関係ないと思うんですけど、キャンプとかで使う人に関してなんですけど、直火は禁止っていうことになってます。特に蓋にはこのシリコンみたいなのがついてるので、これなんだろう、ここら辺は特に火に当てちゃうと全然ダメだとは思うので、火はダメですね。これここ下にもシリコンついてるので直火は禁止です。チタンやったらこう直火に当ててね、こうなんかやりたい雰囲気はするんですけど、そういうのはダメっていうことです。はい、なので直火とかするときはまあ別の水筒でやってください。水筒じゃなくてもいいけど。はい、あとは、チタンのこれはまあ特性だと思うんですけど、こう触ってると結構指紋がつきやすいっていうのはあるかと思います。ここら辺も気になる方はもしかしたらいまいちな点かもしれないです。まあだからおすすめの人に関しては、僕みたいに常温の水を基本持ち歩く人とかに関してはすごくいいんじゃないかなと思います。スポーツするときとかも、うん、あとそのやっぱチタンっていうところもあって所有欲も満たされるので、うん、いいんじゃないでしょうか。あとまあここにあの取っ手がついてるので、これ引っ掛けとけるっていうのもいつ使うかちょっと分かんないですけど、あのキャンプとかに持っていくときはすごくいいかなと思います。こう引っ掛けとけるっていうのは、なので普段使いとキャンプの時の水分水とかを持っていくようにしようかなというふうに僕は思って購入しました。うん、いい感じです。すごくかっこいいので、ロゴもなんかこうそこまで主張してなくて、すごいいい感じにシンプルなロゴなのでかっこいいですね。あともう一点、この付属でこのケースも一応ついてきます。これ僕はちょっと使うか分かんないですけど、一応これでちょうど入るメッシュのケースがついてきます。僕は多分使わないですね。はい、このまま持ち歩くと思います。でまぁ、ちょっとこう傷とかいっても全然僕はいいので、早く使い倒して自分の感じにできたらなと思います。あの水筒って僕今までそういえば買ったことないんですけど、なんかずっとペットボトルとかで飲んでたんですけど、これが例えば6000円って仮定しても2ヶ月で、まあ水は家でも買ってるんであれなんですけど、家から持っていけばね、外で買う必要もなくなるし、その手間もなくなるし、あの単純にプラスチックのゴミも減らせるしっていうので、すごくいいんじゃないかなと思います。初の水筒をゲットしました。というわけで今日はブルックリンアウトドアカンパニーのチタンの水筒をご紹介させていただきました。またいろんな動画を上げていければと思ってますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。